今回の動画は10月1日から始まる総額表示について解説したいと思います。というわけで一緒に喋ってくれるのはアリーナ店の店長の小島さんです。よろしくお願いします。はい、小島です。よろしくお願いします。10月1日から車の価格の表示の仕方が変わるということで、けど今まで車両本体表示と全部含めた総額表示って2パターン表示があったんですけど、その10月からは総額表示が義務化されるということになりますね。まあ、いわゆる乗り出し価格っていう感じで、そうですね、捉えてもらうと分かりやすいんじゃないかなと。乗り出し金額に関しても結局そのお店が決めてる乗り出し金額なんで、乗り出し金額にもその差があったりとかしてますから、まあ、そういうのも全部ある程度ここでしか入れちゃいけませんよっていう規定が決まっての乗り出し価格になるんで、まあ、もう統一されているということになりますね。改正の経緯なんですけど、はい、今まで結構トラブルがあったみたいですね。もう悪いやつやりたい放題だろうというところでの被害がすごいあったみたいで、例えばコーティング10万円のこれつけないと車納車しませんよとか、車両販売価格めちゃめちゃ安く出すんですよ。でそこでお客様を引っ張ってきて、いやいやこれ売りませんよこの金額じゃっていうところの価格ですよね。なんで別にうちがちゃんとしてますよってわざわざこう、まあまあ、アピールする話でもないんですけど、まあ、一応その辺に関しては、まあ、今回ルールが統一化されたっていうことで、まあ、改めて定義として3つ、はい、今回新たに定まるということで、まずはその一番肝心な支払い総額、はい、これ単純に、まあ、車両価格と、まあ、あと必要な費用、はい、諸経費を加えた、まあ、価格で、そのじゃあ車両価格と諸経費、うん、これ何なんだよと。そうですね、はい、ここが今までちょっと曖昧だったんですよね。そうですね、諸経費って言えばもういろんな諸経費ありますからね。でまず車両価格なんですけれども、はい、こちら店頭で車両を引き渡す場合、まあ、店頭納車ですね、いわゆる、はい、の価格に消費税を加えた価格、こちらが車両価格っていうふうにもう定義付けられたと、うん、でこれ注意点としてなんですけど、価格品質に重要な影響を及ぼす点検とか保証、これを付帯する場合は車両価格に含めなさいよと、うん、そしてもう一つ諸経費、これもちゃんと分類されたということで、これが税金、自賠責保険、あと登録に伴う費用、これが諸経費ということ、まあ、要は選択できないものですよね、お客様が。そうですね、もう乗り出すのに絶対必要なもの、はい、これが諸経費と分類されたと、はい、まあ、お客様に選択権があるものに関しては、まあ、例えばお客さんが遠くに住んでる方なんで自宅まで車を納車してくださいだとか、うん、っていうものに関してはこれまで通り、まあ、オプションとしてご応募していただくっていうのができるようになったと、はいはい、というわけで、まあ、基本的にはボンドのクオリティを担保するために、まあ、消耗品の交換だったりだとか、はい、そうですね、保証の付随をしてたのを、はいはい、まあ、今回全部一緒になるということで、最終的に見積もりを出した時には同じにはなってます、はい、表面上の金額が、はい、10月1日までに結構万円単位で上がるんで、見る方が見ると、はい、あれ急に値上がりしたなってなっちゃうんですけど、そうですね、はい、大きくは変わらないということで、そうですね、まあ、私たちの見積もりの定義って、あのお客様により面倒じゃなく車を乗り出せますよっていう金額での乗り出し金額で見積もり出したんですよ。だから車庫証明はうちでやります、納車も届けます、車コーティングしたら綺麗ですよねっていうので私たち一番まで見積もり出させてもらってたんですけど、本当に店頭納車でお車をそのまま渡しますよっていうところの金額を明確しましょうって、まあ、それ出せば絶対買えますよって金額ですよね。それを明確にしましょうって感じですね。まあ、基本的には見積もりで全部内訳書いてありますし、まあ、大きな変わりはないんですけど、変わりはないですけどね、はい、表示価格が少し10月1日までに全部変わりますんで、分からない点だったりとかは店舗にお問い合わせいただいてもいいですし、動画のコメント欄にコメントいただいてもいいと思いますので、ぜひ今後ともボンドグループをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。